はい、今日もあなたと百姓天国。本日は2022年10月30日ですね。はい、今日もいい秋晴れですね。午前中ですけどもね、いい天気。今日も T シャツ1枚でね、作業しているわけですけども、10月のこの時期にね、畑に出てる人はほとんどおりませんがね。さあ、そんなわけで、昨日ね、刃物を全部巻きまして、あ、ここのね、見えますかね、一番このデッドスペース全部ね利用して刃物をね全部直巻きしましたね。だからもうこちら側はこれで全部右半分ね、こちら側ずっとこうね、一番向こうの奥からモールフェア空振祭があった場所からね、ずっとこれでね、一応これで予定通りというかね、秋冬はここの畑全部埋まるはずだったんですけどね。で、予定ではね、今この刃物のところに今キャベツとかブロッコリーがね山ほどあった状態で、そして出荷しているということだったんですけど、全部虫にやられましたんでね。で、そこを急遽ね、こうやって全部マルチ剥がしてね、全部一回こうリセットして、で刃物を全部巻きましたね。で、どんどんこうやってね、今発芽してきておりますね。順調ですね。この辺が来年の12月1月ぐらいですかね。こうやって今この辺が何でしたっけね、これ水菜とかミブナとかね、こんな感じで出てきます。まあ咲くってもいいですけど、咲くらなくてもまあいいかなって感じですね。今もうこの辺も出てきてますね。これまた多分水菜、ミブナ、ほうれん草、なんか油中ね、ズドンといろんなのがこうやってね巻かれております。こちら側がほうれん草ですね。はい、10月30日ですよね。はい、で今日またね、刃物ね、この辺あのモルヘイヤ空振祭があったところをね、何回もトラクターかけてね、昨日またトラクターかけましたから、だいぶ綺麗にねこなれてきたでしょ。普通ね、空振祭だとかモルヘイヤがあったところはこここうやって年内にやらないんですよね。ゆっくりね、冬の寒さに当てて、モアで吹っ飛ばしといてからね、来年の春あるいは夏作で何か使うってことあるんですけどね。こうやってすぐ年内で巻くというのは僕も久々ですね。こういう細かい作付けをするのはね、基本的には千葉時代にね8ヘクタールやってた頃は畑に余裕がありますからね、こうやって焦って片付けてすぐ作付けっていうのは基本的にねやらなかったんですよね。そんなに慌てる必要はありませんからね。今はねちょっと畑が狭いですからね、まだ2ヘクタールも行ってないので、回転こうやってある程度回転させなきゃいけないですから、でちょっと綺麗にね耕して、まあでもこうやってね、まあで吹っ飛ばしてできるだけ細かくしといてから、トラクターでこうやってね2、3回耕せばだいたいこんなような感じになりますから、残差はねかなり消えますので、まあ多少残ってますけどもね、まあなんとか種はまけるかなって感じですね。で全然雨降ってないですからね、結構カラカラに乾いてますけど、今日またね何か巻くと思いますね。はい、今日が30日、そうですよね、30日、今日で、だから今日明日でとりあえずね一旦10月末までね一つの勝負なんで、それで一回ね、はい、秋冬が大体来年の3月までが大体終わりということで、今日ねオータンポエムっていうのが実質これが最後の植え付けですね。はい、いやいや、なんとかギリギリですね。11月入ってあと1回2回ね、ほうれん草とか抑えてね、どっか種まいて、はい、それでもうこれで2022年のね、2023年の3月末までの作付けが全て終わりということですね。はい、はい、今日植えるのはオータンポエムですね。オータンポエム600株ぐらいですね。こんな感じのやつです。これどんな野菜かっていうと花芽なんですね。年内に食べる花芽なんです。でオータンポエムってこう普通の花芽と違ってね、茎が太いんですね。太くて柔らかくて、花芽の中ではね白菜のとうだちなとこのオータンポエム、この2つが抜群にうまいんですね。まあ白菜のとうだちなもうまいんですけど、このオータンポエムはね美味しいですね。普通の花芽よりかは全然美味しいんですね。僕普通の花芽って基本的には作らないので、白菜の花芽かね、とうだちな、それは来年の4月ですよね。年内に取れるのがこのオータンポエムなんですよ。
これがね、今日植えますけども、できればまあ12月の頭とかぐらいになるかと思います。順調であればね。今日植えてまだこうやってあったかいじゃないですか。なのでね、例年だとこれよりもうちょっと早くね、植えます。それで11月ぐらいに取るんですけどね。今年は本当になんかよくわからない季節なので、こんな10月の終わりに植えてね、だからあったかいので、本当だったらね、トンネルまたはパオパオですよね。関東だったらそんな感じに、ね、その寒さ対策でやるんですけど、こっちまだあったかいのでね、今日はとりあえず防虫ネットやって、それでいけるんだったらいいんですけどね、寒くなってきたら場合によってはパオパオか穴あきトンネルをかけますね。よいしょと、はい、ということで植えていきますか。600株あるのでね、これ長さ40メートル、50メートル弱がちょうどワンベッドですね。はい、これキャベツがね全滅したところにも面倒なのでね、このベッドそのまま植えますね。まただから虫にやられるのが、隣が結構ねこうやってキャベツね、虫にやられもうやられちゃってるわけですけど、まあ残ってるものもあるのでね、もうちょっとですね出荷ね、11月半ば出荷ですね。はい、だからまあ防虫ネットで覆ってあげれば多分いけんじゃないのという算段ですけどね、どうですかと。よいしょ。株間ね45とかで植えてますから、これちょっと狭いですけどもね、こうやって間に植えるみたいな、こんなイメージで植えていきます。ちょっと狭いですけどもね。だいぶ狭いな。まあ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 、ちょっと密植になりますが、まあまあいいでしょう。これもね虫に食われる可能性ありますから、どこまでできるのか。オータンポエムあんまり知らないですかね、あんまり一般的じゃないかもしれないですけど、これうまいんですよ。研修時代にね感動した野菜の一つですね。でそういうものがあるってなかなかね、花芽っていうとね、なんかああいうこう菜花みたいなのばっかだと思ってるかもしれないですけど、こっちのが確実にうまいですね。菜花自体はもちろんね油中の友達なので、もちろん美味しいは美味しいですけど、例えばチンゲン菜とかね、小松菜とかトウダって花咲いてくるじゃないですか。全然美味しいわ、それは美味しいですよ。もうちょっと広げてもいいのかね。ちょっと気持ち広げますかね。難しい判断ですね。株間がちょっと45で広いんでね。だけどあれだわな、ちょっと難しいな、ちょっと判断が難しいですねこれは。ここで100だからな、難しいですね、判断が難しい。まあ何でもそうなんですけどね。よいしょ。研修時代にね感動した野菜の一つなんですこれね、オータンポエムね、本当に美味しかったですね。ね、野菜普通に暮らしてればなかなか野菜のことってねわからないじゃないですか。わからないんですよねやっぱね、知らないし、最初はキャベツと白菜の違いもわからないんでね、見た目ね、レタス、キャベツ、白菜ね、見てもわかんないですよね。最初はそんなもんです。私もそうでした。
ね、なのでね、いろんなことをね教えてもらいましたけど、野菜が美味しいっていうこと、だからそこではね結局ね、当時だから20代30代のそういう若者がね10人とかっていう集団で暮らしてるわけですけど、一緒に日本で飯食ってね、結局そこではそのまあ半分自給自足のような暮らしをしてますので、基本的に肉ってあんま出てこないですよねで要するに野菜しか出てこないわけですよ。いや自分たち野菜作って、でまあ米も自給してね、味噌も自分たちで作ってるっていうようなね、だから毎日とにかくご飯と味噌汁と野菜を煮るか焼くかなんかするかぐらいな感じですね。週1回まあカレーとかも出てくるんですけど、昼にね、あの調理ができない男の人がカレーを作るわけですけど、ね、中にはびっちゃびちゃだったりね、それまで研修に来るまでね、包丁握ったことがないっていう人がいるわけですよね。まあそうなるとえらいことなわけですよね。だからみんな昼飯が楽しみでね、飯が楽しみで働いてるようなところありますので、それがね、昼飯が今日は誰々さん当番だとするとね、カレーかと、でそのカレーも作ったことがない人だとびっちゃびちゃになったりね、なんかね、なんだかよくわからないカレーになるわけですよねみんな腹の中ではね、みんな表面ではいやいいですよ気にしないでくださいみたいなこと言ってるけど、腹の中ではね、いやいや飯ぐらいうまいの食わせるよとそういう風なね、ことをみんな腹の中で思ってるわけですけど、口には出しませんがなんせね、殺伐とした状況でね、農業研修なんてそんなもんですからね、まあそれでもね、僕が行ったところは代表の方が女性の方でね、そんなにこうなんで、今思えば、ね、とってもいい環境で研修させてもらったなと思うんですけど、やってる時はそうは思わないんですよね。まあ本当にね、わがままなもんでね。よいしょ。で100株ね、あと500ですね。よいしょ、はい。今日はでも本当にいい天気ね。ここ2週間ぐらいは本当になんか痺れるぐらいいい天気ですね痺れちまいますな。よしよしよしよいしょ、痺れるほどのいい天気、痺れるほどのいい天気、よいしょ、今週末はちょっとね、公園にイベントというありますので、そのね丸々2日取られちゃいますので、その2日をね開けるためにね、だから必死になってこうやって今ね、とりあえずね、苗作りももう春キャベツありましたけど、それ発芽させてからね、苗の面倒がね見れないですから、まあまあはあ、仕事ねある程度勝たしてから行かないといけないので、よいしょ、こう上にね、おたんぽいもこう上にこうビャッと花芽に広がりますから、ちょっとこうタイトにしてちょっと高めにね防虫ネット張らなきゃいけないので、まあオータムポエムね見たことないのでね、ちょっとで完成品を見てもらわないと分かんないと思うんですけど、よいしょよいしょ、よいしょよいしょだ、
よいしょ。今日もあったかいからね、こうやって動いてるともう T シャツ1枚で十分ですよね。よいしょ。腰痛い。そう、研修はね、そんな感じでね、まあ二十数年前の話なんでね、でも当時僕はもう30過ぎていましたからね、でもやっぱり農業研修行くってね、本当に大変なんですよね。何が大変かって言うと、一回そこでねリセットしなきゃいけないですから、完全にね全てをね、ある意味その捨てていくことになりますんで、ある程度年を取ってるとやっぱり大変ですよね。そんなに報酬があるわけでもないですしね。だけどそのやり方をね教えてもらわないことにはできませんからね。今思えばね、丸々2年ねそうやって研修させてもらって、こうやって二十数年経って思うことは、あ、いや行ってよかったなってことですよね。今でもそうですよ。だってこれ今植えてるこのオータンポエムっていうのはその研修時代に知った野菜ですからね。行ってないと多分わからないと思いますね。まあだそうやってね、ずっと後々研修っていうのはその人の農業人生に大きな多大なる影響を及ぼすわけですね。なので研修ってすっごく大事なんですね。本人が思ってる以上に研修って大事なんですよ。はい。なのでいつも言いますけどね、ちゃんとしたところに行かないとダメなんですね。もちろん最終的には本人のね、どこに行って何しようが本人のね、もちろん能力とか才覚って、あ、それはまああるんですけど、正直ね、僕はそこに行ってなければ農業で飯を食ってことはできなかったと思います。だから本当に僕は運が良かったし、その農業研修のところは今でもねやっぱり感謝しております。だって結局僕のやってるこのセット野菜というのはその研修先がそれをやってたので、それをそのまんまパクってるというか、そのやり方をやってるだけのことなんですね、この20年。逆に言うと僕はそれ以外はできないわけですね。だから今こうやって一生懸命単品で業者出しをしているのは本当に20数年やってきてほぼ初めてに近いわけですよね。でそのやり方でもしやってたら、まあ間違いなく僕は食べていけなかったと思いますね。なので本当にね、いいところに行ってよかったなって、でちゃんと教えてもらったなって、本当にそう思いますね。それが僕のその基礎ですからね、ある意味ね。なのでやっぱり何回も言いますけど、研修ってものすごく大事ですね。本当にずっと後々ね、その人に影響を与え続けるものが農業研修です。なのでね、本当によく吟味してね、いいとこに行くね。いいとこってどういうことですかって言ったら、ちゃんと作ってちゃんと売ってるってことですね。だからまずね、いろんな施設栽培とかイチゴとかメロンだったらちょっと僕は分かりませんけど、路地でねなんか野菜を作ってて法人であればね、ある程度それはこっちはあれですけどね、だから個人の農家さんに行くっていうのは結構頑張ってる人のところに行かないとあんまり意味がないですよってことですよね。当然そのまず専業農家に行かないとまず話にならないですね。はい、それはいつも言うことですけどね。畑もね、そんな1ヘクタールも満たないような家庭菜園レベルのところに研修に行っても、それは技術の習得にはなりませんので、ほぼで、だからいつも言うようにね、畑の広さ、そして、売り上げですよね。それ辺をそれとなく聞いてね、そこから入らないと、アルバイトしながらやってるそのね3単4単ぐらいのね、半分なんか反応反 X の自給自足みたいなところに研修に行っても多分難しいと思いますよ。別にそれがダメだとは言いませんけど、多分ダメだと思いますそれで成功した人って僕見たことないので、
だってその当人自身もね成功してるわけではないので、そういう意味ではね、ちゃんとしたところに研修に行くというのが本当に大事ですね。よいしょ。それは何回言っても口酸っぱく言ってもね、なかなか伝わらないとは思いますが、サッカーの基本ってね、皆さん何だと思いますって話でね、サッカーの基本って皆さん何だと思いますね。僕サッカーやったことないですよ。でもやっぱりそのサッカーのプロのね、人の経験者の話を、あ、なるほどなって思うんですよね。サッカーの基本ってね、ボールを蹴ることじゃないんですって。あ、そうなんですかって。じゃあ何ですかって。走ることなんですって。つまりだからサッカーの基本って走ることなので、走れなくなったら選手としては終わりなんですって。だからサッカー選手って、野球選手とかね、例えば40、50でも野球選手いるじゃないですか、と違うのは走れなくなるから、要するに走れないとそのプレーについていけないんですね。いくらボールを蹴る技術が上手くても走れなければそのゲームに参加できないということらしいですね。知りません、僕はやったことないので。だからそういう意味ではサッカーの基本って走ること、つまり走れなくなったら終わりということならしいですよ。ああそうなんだって。それはやっぱりなかなかわからないことですよね、肌から見てればね。で例えばね、またスポーツが好きなのでスポーツの例え話しますけど、メジャーリーグでね、ダルビッシュさんとかね、大谷翔平君とかね、彼らピッチャーがね、メジャーリーグのピッチャーってどういう仕事を求められてるかっつったらね、これダルビッシュさんが言ってたことですけど、ものすごく速い球投げて全てのバッターを三振に取るなんてことは最初から考えてないらしいですよね。彼らの仕事は何かって言ったら、100球で6回まで投げて3点以内に抑える。つまり別に1点は取られてもいいんですって。自分1点ぐらいはいい、その代わり3点以内で6回まで投げないと、その自分の仕事を成したとは見なされないし、ダメなんですって。だから自分の職場は何ですかって言ったら、6回を100球以内で3点に抑えること。だから最初から三振取ろうなんて思ってないんですって。それもなかなかわからないことですよね。そして中4日で次の先発が回ってくるので疲労を残さない、だから思いっきりなんか投げないんですよ、あの人たち。はい、わからないもんですね。僕も野球やったことないんで、あ、そうなんですかって。でも当人たちが言ってるからそういうことなんでしょうね。そういうことのように、そのね、旗で見てるとわからないんですよね、その仕事の基本は何かって。でじゃあ農業の基本って何ですかって話になるわけです。これ皆さん、農家とか農業の基本って皆さん何だと思いますって。僕は農家なのでそう聞かれたら答えることができるわけですけど、農業の基本って何ですかね。ほとんどの人は野菜を作ってることね、ある程度広いところでね、キャベツを作ったり白菜作ったり大根を作ったり、僕みたいにこうやっていろんな種類でセットを作ったりね。農家の基本って野菜を作ることだと思ってる人いるかもしれないですけど、実は違うんですね。はい、もちろん作ってますけど、農家の基本っていうのは売ってる人のことを言うんですね。だから僕らは何をやってるんですか。野菜を作って売ってるってことなんですね。はい、だから逆に言うと野菜を作ってても売ってない人は農家ではないわけですね、農業ではないわけです。でこれはまあ当たり前のことだなっていうふうに思うかもしれませんが、ここが大きくね認識が違うところで、野菜作ってても売ってない人っていますよね、家庭菜園の人ね。だから家庭菜園の人って農家ではないですよね。はい、なので僕らとはちょっと違うわけですね。そういう意味ではね、例えばだから野球やっててそれで飯を食ってない人っているわけじゃないですかね、土日草野球やってる人たちね、それは家庭菜園なわけですよね。で僕らは販売してるわけですね、だから販売のために野菜を作ってるわけですね。はい、それを農業あるいは農家
ねと言ったりするわけですけど、そういう意味では農家ってね、どうしてもね野菜を作ってる人って思われがちなんですけど、野菜を売ってる人のことを農家っていうんですね。まずここの認識がね、これから農業やろうっていう人も気づいてないというかね、あまりにも単純で、でもそこに全ての真実があるんですよね、実を言うと。だから逆に言うと、野菜作れても売れなければやめていかざるを得ないんですね。でそういう人を僕はたくさん見てきたんです。はい、野菜を作ることが上手な人っていっぱいいるんですよね。僕より上手な人は世の中にいっぱいいます、オーガニック農家でね。でも売ることができなくてやめていく人が大半なんですよね。あるいはせっかくオーガニックで作ってんのにね、今僕は業者さん出ししてるみたいに100円でしか売れなければ、多分なかなか採算は立たないんですね。そういう意味ではすごく単純なことなんですけど、農業っていうのは売ってる人のことを言って売れなければ終わりなんです、この業界では。はい、で売るのは作るよりはるかに難しいんですよ。売る時になった時に自分のいい値で自分の値段で売ってる人って何パーセントぐらいいますかって話なんですよね。本当に少ないわけですね。買う人が値段を決めるんですね、この業界というのは。なので自分で値段を決められるね、自分でいくらですって決められるっていうのはとってもね大事なことなんですけど、まあ簡単じゃないですね。だから僕は20年間自分でそうやって自分値段を決めて、セット野菜の値段を決めて、それで売ってきましたね。まあそれしかなかったので、僕は単品をやったことなかったのでね、だからこそ僕はなんとか生き残れたのかなというふうに思うわけですけど、それはやってみると分かるんですけど、簡単じゃないんですよね。よくさ、これで半分、まだ3トレある、全部終わらんか。多分ね、この何を言ってんだろうと思う人が多いんですけど、でもね、農家になりたい、農業をやってみたいという人はまず胃の一番にその認識を持たないと。で初めてね、農業を始めて研修したりして始めて3年とか5年ぐらいして気づく人っているわけです、ね、それだとやっぱりなかなか厳しいですね。あ、そうか、自分は一生懸命野菜作ることを考えてたけど売らなきゃいけないんだってね、当たり前のことなんですけど売らなければお金入ってきませんから。でもね、皆さん最初はね、関心があるのは野菜を作ることばっかなんですよね。でも野菜を作るということはもちろん大事なことですよ。だってできなければね、商品がなければ、売るものなければ食べていくことはできませんからね。でも農業の場合は特にね、特になんですけど、この作るというところにフォーカスが当たりすぎるなんですね。で例えばね、車を作ってるメーカーさん、トヨタとか日産とかそういうね人たちってもちろん一生懸命車を作ってるんだと思うんですけど、いろいろアイデア絞ってね。だけど今日一日で車ができたのかできないのかわからないって、そんなことないじゃないですか。できて当たり前ですよね、商品ですから。だからね、農家にとって農産物はできて当たり前なんですよね。でも